参りました。たまに風見の下です。ね、あのあれですよ、オリンズ今の、ね、IDC オリンズでしたね。パーカッションも入っちゃってベースまで入っちゃってね、なかなかない IDC ですよね。あんな、なんて言うんでしょうね、アンサンブル的なあのきちっとした IDC、ね、IDC ミュージックはもうね一人で、ボタンアコーディオンを奏でる IDC ミュージックもよし、ね、ボーカルだけの IDC ミュージックもまたよし、小さな笛、テンホイッスルで、一人奏でるアイリッシュミュージックもよし。でも基本は何て言いますかね、このエアーと、そしてダンサブルな曲たちのですね、その、組み合わせがアイリッシュの魅力ですよねと思います。ブルーグラス研究会もアイリッシュミュージック研究会に名前を変えて存続していくかもしれませんと言いつつ、お二人のユニットはもう長いこの玉美和美さんです。はい、大正時代からやってらっしゃいます。今井真理さんと小谷和美さんです。どうぞよろしくお願いします。
ちは、この三日月です。私はバンドは大正時代から組んでるんですけど、ラッキーに玉三日月に出てるのは初めてです。で今の曲はスコットランドのオルガンじゃなくて、アコーディオンのフィル・カニンガムという人が作ったトリップ・トゥ・ザ・スカイという曲です。スカイって最初聞いた時空の旅って思ったんですけど、スカイってE がついて、スコットランドで有名なスカイ島への旅という曲でした。なんかちょっといい気がしたそれでは次は玉美さんのエアーです。ください。歌の曲なんですけれども、この会場にアイルランド人がいるってことを私すっかり忘れてまして歌の曲を楽器1本というか、まあ、2本ですけどで弾くっていうのはすごくハードルが高かったんですけど、ついついなんか弾きたくなってしまったので、今回玉三日月初で、弾いてみました。タイトルは Why You on the Rocks っていう聞き取れなくて大丈夫ですそういうタイトルなんですけれども、まあ、恋の歌とも言われてるし、まあ、あとは信仰を禁じられてて、密かにその山の上だか岩の上だかに行ってこっそりなんか、祈ってるみたいな感じの歌詞のなんか2つの意味があると言われている曲です。で、私たち
次が出番だって、今が出番だって知らなくて、あのお肉とか食べてたんですけど、すみません、はい、慌てて用意して今この場に立っております。はい、それで玉三日月はですね、普段北欧の音楽とか、まあ、ケルト系の音楽やってる、やっていて、和美さんの歌、それから鍵盤、あ、じゃない、違うよ、本当はカンテレです本当は和美さんのカンテレと歌、そして私のフィドルっていうパターンで、太鼓は絶対禁止なんです。禁止されてるんですけれども今日は特別に太鼓でいますか。ちょっと待ってください。ここで近すぎ、あ、なんかね、ちょっと今日雨で湿っちゃったみたい。あの次の曲は、スウェーデンの、あのトラディショナルなんですね。で、意味は、昨日踊った素敵な人は一体誰だったんでしょうっていうようなそんな歌なんです。でこれで最後の曲です。Say goodbye to summer.